だという言葉の響き、それは我にこそふさわしい最強の称号、それは我のためにあり。現役プライドヘビー級チャンピオン、ロシアンラストエンペラーエメリアーエンコ・ヒョードルの入場です。初登場は2年前のプライド21以来、わずか3戦でアントニオ・ホドリゴ・ノゲイラを完封してこのベルトを巻きました。今パンチ、ここにパンチを踏み出せ、踏みついた、いい体勢ですよ。あ、コールマンが上になった。しかし完全にコールマン有利な体勢ですね。これ何でいきます。同時にいく、同時にスリーパーにいく、ヒョードルが嫌がっている、ヒョードルが嫌がっている、一気にスリーパー、そしてさらにさらにフロントから首を吊り上げる、すごい力ですね。ここからのパウンド強いですからね。そうですね、上に乗ってパンチ、パウンドと言いますよ。おお、15番静かな表情で勝利の瞬間を迎えました。さあ果たしてどうなるか。出てきた、出てきた、飛びついていった、飛びついていったのはケビン・ランデルマンです。押し上げて潰したぞ。力あるね。ありますね。ヒョードルが立ち上がろうとしている。しかし、あっと踏みに来た、頭から落ちたとどうか、意識はどうか、ヒョードル。大丈夫ですね、大丈夫ですね。すごい投げだね、今。今、首がくってね。頭から落ちましたけど、大丈夫ですね。ジャクソンはパワーボムを出しましたかね。動きますよ。大丈夫ですか。あ、これは大丈夫か。こうなると厳しいですよ。いやー、最後ポジション。今のランデルマンの攻め早かった。しかし、ヒョードルかわしました。ヒョードルの意識の方はどうでしょうか。うん、すぐ対応してましたから大丈夫だと思います、はい、左のパンチを繰り出します。お互いにこの寝技で上になってパンチの攻撃というのは得意なんですよね。はい、そうなんです。ただここから腕を取る、さあヒョードルが、下になるとランデルマン苦しいですよね、はい、上になって強い選手です、ね、足が奥にかかっている。あ、奥にかかっている、奥にかかっている、強い氷の世界をまた作りました。エメリアエンコ・ヒョードル、でもね、あっという間の試合でした。ランデルマンいいとこ見せてくれましたよ。早かったですね、動きはね。いやー、しかし腕を取ってからあっという間の出来事でした。やはりこのトーナメント優勝候補筆頭、だけどヒョードルやっぱ強かった。やはり強い。ルールのない格闘、この国ではプライドをこう表現する。サンボという国民的な格闘技は体力、精神力を高めるために多くが子供の頃から触れるスポーツ。ディフェンディングチャンピオン、ヒョードルを擁する国、ロシア。これからヒョードルに会うためにモスクワ・クルスク駅から夜行列車に乗ります。片道12時間の旅です。準決勝の小川直也戦を控えたヒョードルがどんな練習をしているのか、この目で確かめたいと思います。それでは。モスクワ近郊のクルスク駅は寝台特急のターミナル駅。ロシア国民の国内移動は鉄道が未だその主流である。長い地下のトンネルを進み、ヒョードルの住む町へ向かう列車のホームを目指す。すでに入線していた特急に我々は乗り込んだ。ノスタルジックな旅の始まり。定刻19時15分、クルスク発。失礼しました。そのままか。今アナウンスも何もありません。これから12時間。この見せやすいコンパクト。適当に楽しみたいと思います。よろしくお願いします。列車は緩やかに加速し、モスクワ市街を離れる。ヒョードルの住むスタールイ・オスコルはモスクワ中心部からおよそ750キロ。夜行列車は静かな夜のロシアを南下した。翌朝8時、スタールイ・オスコル着。ウクライナ国境にほど近いロシア南部のこの町から
さらに車で30分、ヒョードルの合宿場が近づくとひまわりが咲き乱れていた。自然に囲まれたこの場所がヒョードルの激しいトレーニングの舞台。今私はヒョードルのキャンプ場ラドガに来ております。私は以前一度スター・ルイ・オスコル氏を訪ねたことがありますが、ここに来るのは初めてです。そもそも子供のキャンプ場であるラドガでヒョードルがどんな練習をしているのか早速見てみたいと思います。宿舎は何の変哲もない一般客と同じコテージ。しかし宿舎の前の広場にはキャンプ場に似つかわしくないトレーニングのための機材らしきものが設置されている。ヒョードルはすでに2週間このキャンプ場でトレーニングを積んでいるという。トレーニングパートナーは実の弟2人、アレキサンダーとイヴァン、3人揃って汗を流す。コーチはボロノフとミチコフ、ヒョードルの信頼すべきパートナーだ。到着した我々を温かく迎えてくれたヒョードルには余裕すら感じられた。今回取材した場所が彼らの強化キャンプの第2弾といいますか、その前も同じように子どものキャンプ場でやっていたらしいんですけども、結局練習に集中するため、まあ、車ででしたら家にはすぐに帰れるんですけども、あえてほとんど家には帰らないでキャンプ場に寝泊まりしながらやってプライドグランプリに臨んだという彼らの決意と覚悟がちょっと感じられましたね。午前10時、彼らのトレーニングはランニングから始まった。このキャンプ地での2週間、ヒョードルたちは朝1時間半、昼3時間、夜3時間半の計8時間に及ぶトレーニングを毎日消化したという。また3兄弟揃っての強化合宿はヒョードルだけが主役ではなく、弟アレキサンダーも大きな試合を控えていた。ランニングからキャンプに戻るとすぐにトレーニング開始。ロシア最強の3兄弟のパンチが澄み切った空気を切り裂いていく。日が高くなるにつれ気温も上昇しているはずだが、湿度は低くヒョードルの動きが鈍ることはない。Дело свежей воздух. Сейчас в зале душно, даже если там кондиционер, это маленько не то. А когда на улице, природа, своеобразный воздух, быстрее восстановление идет. Поэтому мы специально выезжаем из города, в такие лагеря, где в лес, где вот такие, ну, лес, поле, чтобы они тренировались именно на природе. Коучинг адвайс により、ヒョードルはグランプリ優勝に向けて最高のロケーションを手に入れたのだ。トレーニング開始から1時間、彼らは森の中の公園にその練習場所を移した。僕は今きっと懸垂1回しかできません。ヒョードルのトレーニングは近代的なマシンを一切使用しない。このような肉体鍛錬が格闘技の体力、筋力を手に入れるための最善の方法なのだろうか。Я бы не сказал, это просто у каждого своя методика. Кто-то наоборот сидит на железе, ну я имею в виду на штангах, на тренажерах, кто-то используя другие методики. Я, например, отошел от этого. Я тоже в свое время, когда боролся по самбо, по дзюдо, очень много уделял внимания именно тяжестям.
работы с тяжестями. 両手両足を浮かせての背筋運動。かなり長時間静止をキープする。Это упражнение для мышц спины, для ног, для рук. Фёдор から大量の汗が吹く。Просто это упражнение делается в конце тренировки, я его делаю. И получается, что уже самый накал, то есть уже потеешь вовсю. И это заключительное упражнение, оно довольно-таки такое тяжёлое. Поэтому вот... そして我々が見たことのないメニュースペシャルな упражнение на мозжечок для равновесия. Допустим, можно кувыркаться, можно в центрофуге. А это просто элементарное упражнение центрофуга. Когда стоишь, палец перед собой, взгляд держишь на пальце и кружишься. Для того, чтобы это самое, в любой ситуации ты мог это самое, координироваться. Упражнение на мозжечок, как космонавта центрофуга. Это укрепляет вестибулярный аппарат мозжечок. То есть, чтобы после нокдауна быстро восстановиться и продолжить бой. Федор Кевин Ландерман в этот момент кацтенай шогики о Федору на санхан кикан ни атаэта. Нет, не только благодаря этому. Мы очень много отрабатываем бросковую технику. В борьбе самбо, в борьбе дзюдо очень много таких приемов, поэтому для меня это привычно. Уникальный тренинг в Агукани Муару. Не знаю, у нас очень много упражнений, которые мы используем в своей работе. Ну, просто это упражнение развивает мышцы спины, мышцы ног. В принципе, это хорошее упражнение, да, допустим, для дзюдо. Сброс. Сброс самого противника со спины, то есть... 昼のトレーニング最後のメニューはスイミング。見てたら持久力をつけるために入ってるのかと思いましたリラックスも重要なトレーニングの一つ。午後5時、2週間にわたる強化合宿の最後のプログラムが始まろうとしている。ただいまここラドカは午後5時を過ぎてますけども、まだ太陽が沈む気は感じは全然にしません。フョードルをはじめ選手の人たちは、ほとんど上半身でトレーニングしてます。弟のアレクサンダーだけは、減量着を着てますね。体を絞り込むためでしょうか。そういえば午前中の練習も減量着を着込んで練習していました。アレクサンダーの次の試合もプライド、アリの決勝戦に花を添えるこの試合、
アレキサンダーのプライドデビューの対戦相手はミルコ・クロコップ。兄の前で負けるわけにはいかない。ヒョードルと同じ DNA がエミリア・エンコ・アレキサンダーの闘志をかきたてる。Я, когда я выхожу на бой, никогда не сомневаюсь в своей победе. Никогда не сомневаюсь в своей победе. Потому что смысл выходить на бой, зная заранее, что ты проиграешь, я думаю, нету абсолютно никакого. И в то же время проиграть ему, я вот не знаю, там, может такой же вопрос Мерка задать, какие у него шансы на победу, зная то, что я тренируюсь с чемпионом Прайда. У меня непосредственно. Я не знаю, как он ответит на этот вопрос. Конечно, поединок покажет. Заранее загадывать ничего нельзя. У нас тяжелая весовая категория. Там любой удар может быть решающим. Даже случайно. Так что здесь какие-то прогнозы делать заранее, я думаю, бессмысленно. Александр уже вышел на высокий уровень, на уровень Прайда. Я горд этим, мне это очень приятно. Но у Ивана все впереди, даже если он не станет каким-то великим бойцом, я думаю, занятия спортом ему пригодятся в жизни. Саннан, Иван, втай но ани то онажи мичи о айму. Ну а до 20 лет буду заниматься боксом и параллельно борьбой. あの次男のアレキサンダーもあの今回プライドグランプリでミルコ・クロコップとの対戦が決まってるということもありますし、あの三男のイワンはやっぱりあの上の2人のお兄さんに見習って、あのやっぱり今16歳なんですけども、20歳ぐらいから総合格闘技をやりたいということで、あのスパーリングパートナー、練習パートナーとして参加していたみたいですね。2人の弟たちの大きな目標は目の前に存在する。Но это постепенно происходит. То есть Александр учится. У меня мы работаем все время вместе. Вот. Иван тоже перенимает потихонечку. Вот. И у него тренер Александр Васильевич, который меня тренирует. И его. То есть, я думаю, с годами, со временем они займут достойное место и в боях, ну и в жизни, конечно. Фёдор もまたさらなる高みを目指す。まずは打撃の練習です。フットワークから始めまして、上半身の動きも忘れません。綺麗に自分の打撃のフォームを確認しながら動いています。指導しているのはボクシングのトレーナーのミチコフさんですね。ミチコフコーチの厳しい視線が届くもと、フョードルはトレーニングを続けています。あたりからちょっと汗が滴り落ちています。ものすごい汗の量です。動くたんびに汗がはじけ飛んでいます。Добавили. Браво.
大自然の中で打撃のトレーニングをする総合格闘技の選手を初めて見ました。ミチコフのストップウォッチはプライドルールのラウンドタイムを刻む。本当にもうトルコのオイルレスリングの選手のようにもう上半身がもう油切っています。ただこれ油ではなくて本当にヒョードル選手の汗ですね。今ヒョードル選手の両手には、何グラムか分かりませんけども、鉄製の重りを持ちながら動いていますから、幾分動きが落ちているかに思われます。かなりその危機迫るものしかもシャドーボクシングするときには両拳というか両手にですね鉄の重りを持ってシャドーボクシングを繰り返していたんですね。はい、その辺のやっぱり練習のシンプルなんですけども一つ一つの練習に工夫が感じられました。ヒョードル選手は現在本当にイメージトレーニングをしていますね。相手を想定した上でシャドーボクシングを続けています。ヒョードルの準決勝の相手は小川直也。サンボ VS 日本柔道。Да нет, я никогда не продумываю наперед. Я работаю со всех положений, стараюсь работать и стоя, и лежа. То есть я отрабатываю стоя все, что можно. Стараюсь работать сейчас руками и ногами. Вот. И лежа тоже стараюсь работать со всех положений, выполнять разные, различные приемы. Вот. Сказать, чтобы я готовил под Агалу сам конкретный какой-то прием, такого нет.小川に勝てば決勝戦。対戦相手の候補の一人がかつての同門ロシアントップチームのセルゲイ・ハリトーノ。非常に冷酷に相手を追い詰めていきます。Я думаю, что многие недооценивают Сергея Харитонова. Я работал с Сергеем в Екатеринбурге. Провели мы несколько сборов. Он приезжал ко мне сюда. То есть многие недооценивают Сергея. К тому же у него очень хороший ударник, техника лежа. Я сам его учил. Харитонов 準決勝はアントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ戦。いずれかが決勝に駒を進める。Я тоже буду очень рад нашей встрече. ヒョードルは、ローキックのミット打ちを始めました。左右交互に力いっぱい蹴っています。蹴りにやっぱり威力があるんでしょうね。トレーナーの方はミットを一つじゃなく二つ持っています。一つだとやっぱり痛いんでしょうかね。
ヒョードルが縄跳びを始めました。ボクシング用語ではロープと言いますけども、ロシア語ではプレスキソースカカウコイというそうです。ミシコフさんから飛び方習ってるんですかね。非常に飛び方がうまいです。ボクサー並みに飛んでいます。リズム感が抜群です。宿舎へと帰っていくヒョードル。しかしまだこれで終わりではない。宿舎の共有スペースを利用したグラウンド練習が合宿最後のメニュー。ゆっくりとパートナーがヒョードルに覆いかぶさる。いきなり激しい寝技の練習が始まりました。最初は下になっていたヒョードル選手ですが、すぐに上を取りました。さすがにグラウンドコントロールは抜群ですね。再びヒョードルがガードポジションになってからの展開です。試合が近いせいでしょうか、まだ始まって30秒も経っていませんけども、ものすごい殺気を感じます。今度はヒョードルがトップからのスパーリングです。2人の激しい息遣いが聞こえてきます。失礼しました、ヒョードルさんはまだ息を乱していません。スパーリングパートナーの方の息遣いでした。ヒョードル軍団の寝技練習場は宿泊施設の真ん中の、スペースに作られたわずか9畳の空間です。だからその中で最大限の練習をしているように思われます。
ヒョードルのスタミナはすごいですね。とても今まで長時間炎天下の中立ち技のスパーリングをしてきたものとは思えないスタミナを見せています。木村ロックを決めようとしています。汗で滑りましたかね。中央からやり直しです。ガードポジションになってもヒョードルからは焦りの表情は受け取れません。非常に落ち着いてスパーリングを進めています。相手が担いできてもすぐに対処しました。グラウンドの動きで非常に緩急をつけた動きが目立ちます。いざ相手を仕留めるとなると非常に動物的な俊敏な速さで仕留めにかかります。足を使って相手との距離を取るのが非常にうまいです。スパーリングパートナーがガードからギロチンを取りましたがすぐに外しました。マウントから再開です。
ヒョードルの寝技の動きは相手がどう動くかを読んだ上で動いているように思います。非常にクレバーな動きだと思います。初めて少しこれが声を上げました。木村ロックは失敗です。ちょっとだけ足を痛めたようです。ギャラリーがどんどん増えてきました。ティーンエイジャーの女の子たちも3人スパーリングを観戦し始めました。ヒョードルは地元の英雄ですから、皆さんヒョードルが何をやってるかすぐに分かると思います。2週間の強化合宿は今全てのメニューが終了した。やるべきことは全てやった。ヒョードルの顔がそれを物語っている。マットに滴り落ちる汗は努力の証。再びベルトを狙う。сложно не знаю будет видно все дело в том что на в боях такого уровня в боях прайда может решиться все и на первой минуте может продлиться весь все время то есть бой продлится от начала и до конца и победителем будет будет ясно по решению судей поэтому я даже не знаю как не могу предсказать каким будет бой я надеюсь что он будет красивым и что любители прайда оценят его. Вы знаете, даже важен не сам полуфинал и финал, что такое турнир Гран-при. Важно выиграть у борцов, правильно посмотреть, отработать опять же. Мы на каждом поединке мучимся. Мучимся, что мы доработали, что мы не доработали. И это тут будет турнир Гран-при, или первенство города, или, как сказать, шучу, или первенство водокачки. Неважно где. И не важно, какие это соревнования, чемпионат мира или Олимпийские игры. Важно победить бойца и правильно подойти тактически. Вот для нас важно от каждого боя подчеркнуть как можно больше информации. Где мы, что недоработали. И от каждого боя к бою эти минусы убирать. Работы еще очень много. И Федор должен от каждого от боя к бою расти, как спортсмен, набираться опыта. А будет это турнир Гран-при, или это будет титульный бой, или будет любой рейтинговый бой. На каждом бое мы обкатываем, обкатываем, обкатываем какие-то новые техники. Ну, меня многие спрашивают, уверен ли я в победе. Я говорю, я уверен в себе. Но победа такое дело, что даже как я стараюсь все делать для того, чтобы победить. Но еще много факторов присутствует. Тот же случай, удача, можно сказать. Плюс, может быть, какое-то рассечение, которое может остановить бой. Поэтому я надеюсь и готовлюсь максимально хорошо, чтобы победить.翌日、合宿の帰り道、ヒョードルは自宅近くのスポーツクラブに立ち寄った。ここはヒョードルが練習にも使用する彼のリラックスできる場所。仲間と共にサウナで厳しかった強化合宿の疲れを癒す。
久しぶりの自宅では、マナ娘のマーシャがヒョードルを我々と変わることのない父親の顔に戻していく。ヒョードルは言う、家族が一番大切だと。つかの間の団らん、明日からまたグランプリのために全力を尽くす、ディフェンディングチャンピオンの誇りにかけて。再びリングに上がるとき、ヒョードルはまたファイターの目をしていることだろう。愛する家族のために日本で戦う、それがヒョードルのプライド。Хочу передать большой привет фанатам Прайда. Я надеюсь, в ближайшем будущем вы увидите мои тренировки, увидите, как я готовлюсь к Гран-при. Я хочу сказать, что я со своей стороны делаю все, чтобы победить, чтобы радовать вас своими победами. Вас прошу прийти поддержать меня 15 августа. Большое спасибо. Дома, ребята.